皆様こんにちは、パンフルート奏者の大塚進です、今日はですねもう春が来まして外はもう桜満開のとてもいい美しい景色なんですけども、またですね一つですね新しい楽器の紹介をさせていただきます、この楽器なんですけども、秋田県のですね秋田の B さんという方からですね、お名をいただきまして作らせてもらったんですけども、いつもの通りなんですけども、材料はですねマテリアルはマタケですね、マタケ製です。それから、25管最低音、レの音なんですけどね、いわゆるテナー管というものなんですけども、とてもバランスの良いいい楽器ができると思いますのでね、1曲2曲、この楽器を使いましてね、音色をまたちょっと聴いてもらおうということで、ゆったりした曲をですね、ちょっと吹いてみたいと思います。ちょっと今日はもうゆったりした気分なのでね、一曲そうですね、いつもやってるんですけども、この全音域を使える曲でですね、ちょっとタイスのメス曲をねちょっとやってみたいと思います。ちょっとルバート組でね、音色を聴いていただければと思います。Thank you.
はい、ただいま、マスネ作曲ですね、タイスの瞑想曲を、吹いてみました。ちょっとね、できたての楽器ですので、調律がまだちょっと若干全体的にまだ低めなんですけどもね、これはあの演奏者の方に実際に、最終的に合わせてもらえればいいということで、ちょっと若干低めなんですけども、まあ、全体的な音色はね、聴いていただけたんではないかなと思います。まあ、お聞きの通り、低音も高音もですね、中音域も、まあ、ちゃんと豊かにね、吹き込めば、鳴ってくれる楽器だとお分かりいただけたんじゃないかなと思います。で、まあ、いつも言ってることなんですけども、楽器のその基本的な、なんていうんですかね、良し悪しというか、楽器の基本的なその構成要素というのがね、まあ、いくつかあるんですけども、まあ、3つくらいあるかなと思うんですけどもね、まず1つ目はですね、マテリアルなんですよね。何を材料に使っているかということによって随分とその音色が違ってきまして、これはもういつも言ってますけども、尺八と同じマダケ、まあ、海外ではイエローバンブーと呼ばれていると思うんですけども、マダケを使っておりまして、ご覧の通りですね、ちょっと油出しをしておりましてね、まあ、よく締まった割れの少ない楽器になっております。それから2つ目の要素としましては、それをどのようにね、どのように一つ一つの管を選んでいくか、その要するにその太さと長さの関係なんですけれども、まあ、これは演奏者のセンス、あるいは制作者の感覚というかね、好みが反映すると思うんですけども、よく共鳴する場所をまあ選ぶわけですけどね、若干太めだったり若干細めだったりってことは、これはいろいろあるわけなんですけども、まあ、一応私の感覚でですね、結構、均等というかですね、いいバランスで作れてるんじゃないかなと思います。それから3つ目がね、これが一番その最終的な決めどころっていうんですけどもね、要するに削り方、いつも言ってる削り方なんですけどもね、要するにその響きのいい削り方、それから吹きやすい削り方、その間違いの少ないね、認識のしやすい、半音操作のしやすい削り方っていうのが、やっぱりその、制作者の、演奏者のね、制作者のその技量というかですね、どこまで分かってるかっていうことがございまして、まあ、お気になった通り、私のできる範囲でね、作らせてもらった楽器です。で、それ最終的にね、今3つ言いましたけど、最終的にそれをいかに生かすか殺すかっていうのは、演奏者ということでですね、やはりその楽器の持ち味というかですね、楽器の個性をいかに引き出すかっていうことは、やはりね、その演奏者の最終的なところじゃないかなということを感じております。ではね、もう一曲ですね、今日はもう本当、外は桜満開で、気分もゆったりしてしまうんでですね、まあ、ゆったりした曲で、でもちょっと半音操作をね、使う曲で、一曲、またこれも 前も何回もやってるんですけどもね、ドビュッシーのね、シリンクスという曲をですね、ちょっと吹いてみたいと思います。もう気分ゆっくりとね、やってみたいと思います。
ただいま、ドビュッシーのですね、シリンクスをですね、演奏していたんですけども、この楽器のですね、特徴がね、まあ、分かっていただけたんではないかなと思います。ということで、これからですね、今日これからですね、この楽器をパッケージングしましてですね、秋田のビスさんの方にお送りしたいと思うんですけれども、同じようにですね、この楽器と同じようにですね、いろんなタイプの楽器をお作りしますので、ご連絡いただければありがたいなと思います。それとですね、その楽器制作以外にも、もし皆さんお持ちのね、現在すでにお持ちの楽器につきまして、どのくらいの楽器なのかね、確かめてみたい方はですね、ぜひご連絡いただければ、こちらへおいでいただければですね、いろいろ試してみたりですね、それからいろんな削り方で、実験してもらったりとかですね、いろいろと確かめられると思います。それから、場合によってはですね、お持ちの楽器の調整、削り直しとかですね、それから中のローの詰め直しとかね、いろいろできると思いますので、ぜひ興味のある方はですね、ご連絡いただければと思います。でそれから、もうこれから今外はね、もう桜満開なんですけれども、これからちょっと野外コンサートの季節なのでね、一つ二つ、野外コンサートもできるんじゃないかなと思って、ね、またね、ホームページ等で連絡させていただきますので、よろしくお願いします。ということで今日はですね、この、25巻の新しい楽器のですね、紹介をさせていただきました。では今日はありがとうございました。さようなら。